お前が言うな立憲民主党杉尾秀也に批判さとマイナンバーカードで立憲民主党の杉尾さんがツイッターにてマイナンバーカードの返納に関してこの上から目線の発言に憤りを覚える国民を数でしか見ていない少数者を切り捨てる政治の象徴こんなリーダーの下でデジタル化がまともに進められるわけがないなどと批判され お前が言うななどとの批判が殺到してしまっておりますがこちら、杉尾さんの日頃の国会などにおける言動が問題されているようでございますがまずマイナンバーカードに関してはすでに9300万件以上が交付されており自治体ごとの数十から数百の返納は誤差の範囲でございます。また、このよような返納よりも申請数が 大きく上回っていいいるという事実もございますまた、マイナンバーの問題は、まあ、ミスの件数がです、ね、今のところ少なく、ミスの発生確率は一般的に許容できる範囲に収まっておりますし、まあ、最後に、マイナンバーカードを返納しても、マイナンバーに関するミスに対しては、何の効果もなく、全く意味はないという事実もございます。 杉尾さんには、マイナンバー制度を作った民主党の一員として、今後はこのような批判ばかりではなく、現実に即した主張を行っていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました